j r スイージーはノースカロライナ州、ムーアズビル出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のアリゾナカージナルスに所属している。ポジションはガード。高校時代はラインバッカーとしてプレーし、2年時には115タックル、3サック、3年時には12試合で195タックル、6サック、4ファンブルリカバーを挙げた。ノースカロライナ州立大学に進学して、 ディフェンシブエンドにコンバートされ、2007年はスカウトチームとしてプレーした。2008年には2試合に出場した。2009年には控え、ディフェンシブタックルとして全12試合に出場した。2010年にはチームトップの6サックを挙げた。2012年の NFL ドラフト7225位でシアトルシーホークスに指名されて入団した。 大学までは守備選手としてプレーしていた。彼はシーホークスではガードとして期待された。開幕戦のアリゾナカージナルス戦では右ガードとして先発出場したが、ダーネルドケットに圧倒されたことから、第2週のダラスカウボーイズ戦より控えに降格させられた。この年は3試合に先発13試合に出場した。 2013年シーズンは、レギュラーシーズン13試合、ポストシーズンにも出場した。この年チームは、第48回スーパーボウルで勝利し、チャンピオンとなった。2014年シーズン、RG として、レギュラーシーズンに全試合出場した。チームは再び、スーパーボウルに出場したが、ニューイングランドペートリオッツに敗れ、連覇とはならなかった。 2015年は15試合に出場した。2016年3月9日に、タンパベイバッカニャーズと5年3250万ドルで契約した。しかしこの年は11月12日に、故障者リスト入りするなど、レギュラーシーズンの試合には未出場に終わった。2017年シーズンも、開幕から14試合に出場するも、足の怪我で12月20日に、 再び負傷者リストに入り、残りの試合を欠場した。2018年6月下旬、バッカニアーズからリリースされた。2018年8月1日、フルスのシーホークスと契約した。この年は先発として15試合に出場した。2019年3月15日にアリゾナカージナルスと2年契約を結んだ。この年は、レギュラーシーズン全16試合に、 RG として先発出場した。ありがとうございます。